じゃあ次にですね、この、ホナホの応用の一つとしまして、非不整数の二進十進変換について紹介したいと思います。で、ここで示したいのは、その非不整数の二進数、十進数の変換が、ホナホのアイデアで効率化できるという話です。そこで、まず、二進数をですね、十進数に表すとき、表記の変換をちょっと扱ってみたいと思います。で一応、今回、こういった二進十進変換を扱う動機としましては、我々、日常生活ではほぼ十進数を用いているわけですね。日常生活で二進数を俺は二進数を使っているという人はいるかもしれないですけれども、それは多分ごく少数だと思われます。少なくとも僕が接している人たちの範囲では。で、そうしますところが、コンピューターは、今の動いているコンピューターというのは、ほぼすべて二進数をもとに動かしていますから、そうすると、我々が使っているデータを、例えばコンピューターに入力する、もしくはコンピューターの出力を我々が読めるような形にするという。上ではその二進数と十進数の相互変換っていうのはほぼ書くことのできない計算なわけですね。そういったことから一応こういった関心があるわけです。そこで今回はまずその二進数を十進数に直すということから見ていきましょう。で例題としましてこの m というので二進数の10111011という数を考えてみました。で以後この授業ではその数を表記する際に何進数っていうのを特に表記する必要がある場合にはこちらにありますように数を括弧でくくって右下に2とか10とかっていうことを書くことでこれはそれぞれのベースですね奇数を表してこの場合は2進数だと。で例えばこちらの2行目の場合は10進数だというふうに表記しますので皆さんもレポートなどで書く場合には同じように表記してください。ということでまずこの10111011という数を、十進数に直しましょうどうしますかって言われますと、我々よくすぐ考えるのは、この位ごとにですねこの2のべき乗をかけて足し加えていくということだと思います。例えば、一番下の桁は1の桁だからそのままでいいんですけどで次が、2番目の位は2倍する3番目の位は4倍する4番目の位を8倍するという形でその2のべき乗を倍していくわけですね。でこの場合ですとこの数の場合ですと2の0乗の位それから2の1乗の位2の3乗の位2の4乗の位2の6乗の位がそれぞれ1ですから、これらを全部加えていくとこの数は十進数では91だということになるわけです。でところが、これをですね、その先ほどのホーナー法のアイディアでもう少し早く楽に計算したいということになりますと、次のようなアイディアを使うことになります。ここでこの mx という多項式を考えるんですが、このような6次の多項式を用意します。で、この6次の多項式は、それぞれ係数をどう決めたかというと、このスモール m のですね、各桁ですね、桁を下から定数項、x の1次の項、x の2次の項、x の3次の項というふうに係数を決めております。そうしますと、このような形でこの mx というのを定めますと、このスモール m のという数のその十進数の表記を求める問題というのは、実はこの large mx という一変数多項式に2を代入して評価する値と同じことになります。ですので、ここでは、2進数を10進数で表記する問題を、こういった一変数の多項式を2で評価する問題とみなして、ホーナー法を適用するということで、計算の効率化を図ることができます。で実際にこれですね、この先ほどの mx に2を代入した形の、ホーナー法に従った計算を展開をしてみました。で、ここ、本来はこの m の x というのを展開、このホーナー法の形で表したときに、このそれぞれの、黄色い部分にが、その各項のですね、係数になるわけです。
で、それで2を代入すると、こんなふうに、ここを 2倍して、何とかを加えて、2倍して、何とかを加えて、2倍してっていう形の繰り返しになります。で、これを順番にこう展開していきますと、まあ、確かに、その、この M に2を代入した多項式の値ですね、が91ということになるんですけれども、このコーナー法の形で、まあ、計算を進めることによって、この計算に必要な掛け算の回数を減らすことができます。で、実際に皆さん、試してみて、掛け算の回数を比べてみてもらうと分かると思いますので、まあ、各自試してみてください。ということで、まず、二進表記ですね、二進数を十進数で表記するという、話をしましたが、今度は逆に、十進数をこの二進数で表記する、問題を調べてみたいと思います。で、取り上げる問題は先ほどの計算の逆で、その十進数の91を、まあ、二進数で表記してみましょう。で、もしかするとこのやり方はこうパッと見てこれ知ってるっていう人はどのぐらいいますか？もしくは覚えてるっていう人は？はいはい、ありがとうございます。まあ若干そうですね、どっかで習ったという経験あるかもしれませんが、一応ある人もいるかもしれませんが、とりあえず一通り、やり方を見ていくから それがホーナー法とどう関連づけられるかっていうのをちょっと調べていきましょう。で、まずこれはですね、その与えられた数を2で割ることをどんどん繰り返していきます。最初に91を2で割りますと、小が45で余りが1ですので、このような形で書きます。91を2で割って、小が45、余りが1という書き方をします。で、以下、同じようにして、小が0になるまでこの割り算を繰り返していきます。例えば45って出ましたから、さっき2で割ると、小が22、余りが1。で、22を2で割りますと、小が11、余りが0っていうふうにして繰り返していって、最後に、小が0でなるまで、この計算を繰り返すわけですね。で、次の手順としては、この時、小が0になるまで、その割り算を繰り返していった結果から、結果で出てきた余りを、下の方から順に左から並べていきます。この場合ですと、下から、1、0、1、1、0、1、1ということになってますので、この順番に左から並べていくわけですね。左か、ごめんなさい、左はこっちだ。左から並べていくわけですね。下からのものを左から並べるので、1、0、1、1、0、0、0、1、1というふうに並べると、実はこの1と0の並びが、この今で与えられた十進数91を二進表記した場合の並び方になるというのが、この計算法なわけです。で、じゃあ実際には、一体どういうことをやっているのか、この計算がどういう意味を持つのかということをちょっと見ていきますと、最初に91を2で割って、で余りの1を書き出しましたよね。その時には、91は、まあ、このような形で45の2倍プラス1というふうに展開、されるわけです。で、次のステップでは、その45を2で割っていましたから、ここの45の部分をやはり2で割って余りが1か0かっていうのをこのような形で表したことになります。で、さらに同様に22をさらに2で割ってこう展開したと。で、11を2で割って展開したということを繰り返していきますと、まあ、最後下の行にありますようにこういった形でその1と0の列が出てくるんですが、実はこれはさっき見覚えがあると思うんですけれども、そのホーナー法でその91の二進表記を計算した時と同じような式の展開になってるわけですね。で、そこで出てきているその1とか0の並びっていうのが、実はこの十進数91を二進数で表記した場合のその各桁の表しているということになるわけです。で、ということで、その、ちょうどこの数の並びがですね、この下から順にこう数を
取り上げて左から順に並べたっていうのはこういう形で対応しているということが分かると思います。まあ、ちょっと、今言われてパッとすぐには分かりにくいかもしれないので、そういう人はちょっとまたこの時間の後でですね、各自自分で数、なんか適当な数を展開して比べてみてください。ここまでいいでしょうか。